おはようございます。元気ないですね。たこ焼き屋さんのね、はい、ちょっとプロに聞きたかったんですけど、あ、はい、ちょっと安いスーパー、はい、あそこですね、あ、わかりました、があって、はいはい、めっちゃ安い、たこ焼きめっちゃ安い、たこ焼きと、ま、前で売ってるのかな、ね、はいはい、ソフトクリームでやるとかしてて死ぬほど安いですね、あそこ6個100円、はい、それもごっついの1時間待ちですって書いてありました。あ、そんな待つの。いや、だってそりゃそんな安いの。いや、でもたまたまこの間、はあ、2人ぐらいしか並んでへんで、いや、なんか予約してる、買い物してるから後で30分後来るわ。あ、そうなんや、はあ、でも2人ぐらいしか並んでやってこうて、あ、運転売機があるでしょ。運良かったな、でこうて、はいはいはい、買ったんよ、はいはい、で、まあまあちょっと10分ぐらい、まあ、はいはい、電話ぐらいで、はい、ちゃんと出てきて、はいはい、食ったことありますか。いや、あ、そうなんですか、うん、ないです。ないねやん、はい、いや、だって今さらよそでお金出して買おう。いや、でもその、勉強のためにとか。いや、まあそれはありますけど、うん、もう食べても別にうちを食べたから買えようっていうもう段階じゃないじゃないですか。なるほど、なるほど。でも食べてみたのよ。はい、たこ焼きの割にはタコわからんねん。そりゃそうでしょ、タコが一番長いですから。そうやんね。いや、これあんまなんかそんなもん無限に儲かるやろとか、いや違うと、まず家賃があって、うん、人件費があって、そこタコですよ、タコ。タコね、はあ、じゃあタコ違ったらええやんっていうわけにはいかないんですよ、うん、めっちゃタコだけ全部出してる外国人とかいますけど、うちの店、うん、タコね、意外にそのタンパク質の、あの、出汁が出てるんですよ。ああ、やっぱタコの出汁が出るからあのタコ焼きがうまくなるねんや。そうなんですよ。タクワンでわかんねんや。タクワンどうやろう。いや、僕ね、ウインナーとかサラミとかで、うん、で、上にソースの代わりにピザソース塗る、うんうん、で、青のりの代わりにその、あの、ね、バジリコとか、パセリかけたりとか、うん、結構だから、そういうアレンジはできるんじゃないかなと思ってるんです。だからなんか今ほら、インスタとかじゃないですか。ありますね、はい、なら、映えする、世界のたこ焼きっていう電話分からないけど、はいはい、してみて、はい、例えば、韓国やからキムチ入れてみたりとか。韓国にもあるらしいんですよ。この間韓国の人で、韓国にもたこ焼きありますって言われて、いや、もう日本の方が美味しいって言ってましたよ。で、日本から行ったたこ焼きってこと？その日本のたこ焼きがそのうちのたこ焼きが、どうなんでしょうね。いや、それは発祥はあそこでしょ、会津屋と、その明石焼きでしょ、うんうん、まあ、その日本から流れて、たこ焼きがそのまま流れていた、伝来したわけですね、うん、伝来。いや、なんか、あの、ちょっとイカ焼きに近いたこ焼きとか、そんなんじゃなくて、はい、ペチャペチャペチャ濃いたこ焼きじゃなくて、普通にたこ焼きとしてはあるのよ。いや、この間黒門行った時、たこせんが1000円やったんですよ。1000円、えっ、ー、って思ったら、たこせん、僕ら思ってるたこせんと違って、うん、なんかもうたこ1枚バーンってのしたような、なんかもうこんなでかい、ああ、分かる、なんかた、ね、イカを潰したような、たこを潰したような、そのせんべいに挟まってきた、なんかみりん焼きみたいな、なんかそのそれたこ焼きなん、いや、でも黒門ってそうなんですよ、単価高いの。いや、あそこもあれですよ、家賃ですよ、家賃。まあまあね、そうか知らんけど、昔の店は昔ながらでやってますけど、うん、そういうところにはやっぱりそのなんか観光の人は来たかいないじゃないですか。でもまあ外国人相手にしてるから、それなりに高くても大丈夫なんでしょ。いや、まあ我々旅行先行って、いや、なんか高いな、マクドにしようやとかならないじゃないですか、うんうん、ハワイ来たけど、なんか高いな、うん、あれ高い、高専1000円やって、うん、マクド行こうかってならないじゃないですか。で、今円の関係もあるし、はいはい、でもアメリカで普通に昼飯食ったら2000、3000円とかっていう時代やろうから、あ、それは向こうの人から来たら500円言うたら600円、700円って平みたいなもんでしょう。一応ランクあるんですよ、その海鮮丼屋にしても、うん、それあの一番サーモンだらけのやつは1500円ぐらいですね。で、こう極上盛り、うんうん、まず和牛、うん、ウニ、うん、なんか海鮮、うん、天ぷらブワーッとで、それが7000円、8000円。いや、でもこっちかこっちか言うから、ちょっとやっぱり誰かと言っても見え張るじゃないですか。よし、今日はこっち行こうやみたいな。7000円いらんの高い。で、こうランクがあったらみんな真ん中選ぶらしいですよ。まあまあそりゃそうやろね、はあはあ、で、食うてみて美味しかったらまた次行ってなんかも、はいはいはい、あの、コロナ前にね、はい、あの、まあまあどこって言うとややこしいんだけど、はい、ちょっとした市場の横にあった海鮮丼屋さんがあって、はいはいはい、それがね、すごい安かったのよ。
はいはい、お昼2時ぐらいまでやって、はいはい、でたまたまそれ2時ぐらいとかにそこ近く通ることがあったから、はいはい、で買いに行ったら、はい、だからそのサーモン丼やったりとか、はいはい、海鮮丼があったりとかが、はい、ちょっと簡易的な容器に入った器で、はいはい、で丼ぶりになってて、はいはい、でまあまあ、まあ、それなりの普通に量もあって、はいはい、で500円前後で、まあ、結構お安い。安い、めっちゃいいじゃん。そうそうそう、でちょこちょこ買って食べたりをしてたのよ、はいはい、でそこのその場でそれも食べるし持って帰って食べてもええしみたいなのやったん で、はいはい、で買って食べたりしてて、はい、でたまに行くともう2時前とかに行ったら、はい、もう残りこんだけなんですって、もう2つで500円でいいですよ、もうその前見たら最後もそんなに、まあ最後やからね、うん、ああ使うとこなもう2つもこの時もそうわとか、でもう4つで1000円でいいですとか、もう5つあるけどもう全部で1000円でいいですとか言うてくれはったから、で結構ありがたくて、でそのまま昼で家帰る時やったらもう持って帰って冷蔵庫入れといたら晩飯に家族も食えるじゃないですか。そうですね、してたんですよ、はいはい、でちょっとこの名前ぐらいから店閉めますってなってて、でしばらく閉めてはって、はい、開いたから行ったんよ、はいはい、もう完全な外国人相手になってたかもしれないけど、500円だとか3000円なってんねん。中身変わってません。中身変わってるから、オーナー変わってるから、もう3000円なってんねん。もういやオーナーは変わってるわしないと、店員は一緒やってん、従業員は一緒やってん、オーナー3000円なってんねん。同じやろ。せやねん、もうええわ言うてしもたやん、もうもうええわ言う、もうええわ言うた言うてしもた、もうええわ言うて3000円はええわ言うてしもた、もうそんな悲しい話ですね。せやねん、ショックや。あげるにも限度がある。うん、いやだからまあ外国人も帰ってきて、うん、まあ、売れるということなんでしょうね。しゃあないわ、もうええわ。